大リーグドジャースの大谷翔平投手はメジャー7年目にして初めてプレイオフの切符を手にした。19日日本時間20日の敵地マーリンズ戦に勝利し、プレイオフ進出が決定。同僚のマックス・マンシーナ野手は、米野球専門ポッドキャスト番組ファウルテリトリーに出演時、同僚だからこそ知る大谷の様子を明かした。昭和正真正銘の競争者だと大谷の負けず嫌いな一面に触れたマンシー。ここ数日、彼の周りに漂う興奮度合いを見ていると、彼が初めてプレイオフに進むことも知っているから、本当に本当にクールなことだよ。ここ数日の試合で彼が見せている感情は、説明するのが難しいけど、ダグアウトでもクラブハウスでも、彼は本当に興奮しているんだと舞台裏の大谷の様子を説明した。メジャー7年目にして初めて立つ夢の大舞台。マンシーも彼をポストシーズンで見るのが待ちきれないよと楽しみにしている。ドジャースから見たら7年もプレイオフに出たことない、初めてって信じられないだろうね。もはや唯一と言っても過言ではないワールドチャンピオンの称号、夢にまで見た称号を出し取らせてあげたい。LAA のようにそこまで弱いチームもなかなかいないけど、そこを選んだのも大谷くん本人だし PS 進出という目標があったから、LAA 時代も腐らずに最高の成績を収め続けられたのかも。その興奮ぶり、気合の入り方を見て、いかに投手陣が奮い立ってくれるか。短期決戦は絶対に守りが肝心。なんとか勝ち抜いてほしい。外野は勝手に今シーズンはプレイオフ当たり前思ってたが本人からしたら夢に見た舞台、渡米するよりもっと前から目標にしていたこと、並々ならぬものがあるだろうよ。ベッツやフリーマンが、翔平をプレイオフに連れてくんだって、シーズン前に言ってたのを思い出した。毎年プレイオフに出ている選手たちには、大谷さんの興奮する姿がすごく刺激になってるかも、相乗効果で勢いがつくといいな、シーズン成績より勢いのあるチームが勝つから。今の雰囲気は地区優勝を信じられる、ネガティブよりもポジティブの方が強い。中心が大谷選手で、さらにベッツ選手、フリーマン選手が脇を固める。さらにテオスカー選手など力のある打者が揃ってる。これでやれないわけがない。